どうも、石川です。はい、これより、登録販売者最強勉強法ということで、実践編ナンバー3となります。皆さん、勉強進んでますか？頑張ってます？直前の方、どうですか？過去問ちゃんとやってます？そして、まだまだ先の方もですね、しっかりと勉強してくださいね。サボっちゃダメですよ。毎日コツコツが重要ですから。はい、そんなところで、今日はですね、こちらちょっと簡単に書いてみました。なんとかエリアの過去問を解くというところで、どこのエリアの過去問を解くのか、特に今回はですね、過去問の解き方について少しお話をしていこうかなと思います。はい、ということで早速ですね、ここ何のエリアでしょうか。ということで、まあここご自身が受ける受験エリアですね。あ、ちょっと見えないですかね、ごめんなさいね。受験エリアの過去問を解いていきましょうというところです。そうなんですよ。まずは自分が受けるところの過去の問題、傾向をつかまなければなりません。そうなんですよ。なので、そういった意味では、問題を解いていかないと、どういうふうに問題が出てくるのかがわかりません。だから、ずっとテキスト熟読していても、問題を解かないと、これは、どうにもなりませんので、テキスト完璧に覚えましたって言っても、試験には受からない可能性が高いです。だからそういった意味では、どういうふうに問題が出てくるのかなというところをしっかりと勉強していただくためには、ご自身がお受けになるエリア、よろしいでしょうか。登録販売者、全国ですね、何箇所かのエリアに分かれております。なので、そのエリアによって、その試験の傾向が違いますから、その傾向が違うというところでは、傾向を抑えなければいけません。そうなんですよ。なので、自分のところはどういう傾向で出てくるのかなというところを抑えるためには、必ず受験エリアの過去問を解いてください。はい、じゃあそんなところで大事なところ、丸1です。まずは、直近何年分を解きましょうというところでは、はい、ここ、最低2年分解いてください。そうなんですよ。2年分解いてください。なぜかというと、まずはですね、いや、1年じゃちょっと足んないんですよ。最低2年分です。2年分は絶対解いてください。そうなんですよ。いや、じゃあもっと遡って解いてもいいんですか？いや、確かに解いてもいいです。なので、まずは直近ですね。直近の新しいところをですね、最低2年分解いてください。去年とか一昨年とか、そういうところですね。直近2年分です。そして、それよりも古いところをどうですかというところでも質問いただくんですけど、3年分ぐらいだったらいいと思います。ただ、それよりも遡っていきますと、要は簡単に言うと古い問題はやめてください。なぜかというと、それ以上、遡っていきますと、法律が変わってたりとか、特に第4章とか結構変わったりします。なので、そういった意味では、新しいその変わったところを、変わる前のところの内容で覚えてしまって、変わったところが、答えが×になってしまったら困るので、なので、まずは直近の2年分をしっかりと解いていきましょう。余裕があれば3年分解いてください。そうなんですよ。というところでは、新しいところ、まずはしっかりと解きましょう。そして、丸2番目、いいですか。過去問を、なんとかする。というところでは、これは、過去問2週解いてください。いいですか？ 2 週です。2年分を2週です。いいですか？ 2 年分なので、1年分だと120問ですよね。で、2年分だと240問ですよね。そして240問を、さらに2週しますから、そうです。480問です。結構やりますよ。そうなんですよ。いや、同じ問題やっても意味ないじゃん。そんなことないです。意味めちゃくちゃあるんですよ。なぜかというと、2回解いて2回とも同じ問題に間違っちゃっているというところでは、ご自身が苦手なところです。2回とも間違えてるっていうのは、ご自身が苦手なんですよ。なので、そういうところはしっかりと復習してください。復習です。そうなんですよ。この復習が大事です。間違えたままじゃダメなんですよ。復習です。もちろんですね、1週目やって復習してください。そして2週目やっても復習です。間違えたところ、復習です。なので、特に2回、2週やることによって、自分がどこが苦手なのかっていうのが浮き彫りになってきます。だから、苦手なところが、2回やって、2回とも間違えてるっていうところは苦手です。そして、どちらか片方です。1回目やったところ、それから2回目やったところ、1回目やって当てたけど2回目間違ってたなとか、そういうところは記憶がとても曖昧なところなので、こういうところは
ここも復習です。いいでしょうか。はい、ということで、そういったところでまあ復習するところがたくさんありますので、しっかりと頑張っていただきたいなと思います。いいですか。はい、でそのようにですね、過去問を2周やることがすごく重要となりますので、ここまで大丈夫でしょうか。あ、それでごめんなさい。ちょっと宣伝してもいいですか。石川ですね。本出しました。ありがとうございます。この一冊で合格登録、石川達也の登録販売者テキスト&問題集というところです。今絶賛ですね、好評発売中です。嬉しいことにですね、角川さんから出させていただきました。そして、今ですね、Amazon さんだったりとか、全国の書店さんで販売させていただいていることが、いただいております。特に Amazon さんではですね、今、電子書籍めちゃくちゃ今ですね、めちゃくちゃ売れてます。そうなんですよ。なのでトップ10のところに石川の、本がですね、電子書籍と通常の紙の書籍が2つランクインしておりますので、なので本当に皆さんありがとうございました。皆さんに、ね、育てていただいて本当にありがとうございます。ということで、まあそういった、本今絶賛発売中です。そして、その書籍を使った直前セミナー、こちらもですね、好評受付中です。結構多くの方受けていただきましてありがとうございます。まだ受付しておりますので、ぜひぜひですね、頭が整理しきれないなというところであれば、第1章から第5章までブワーって話してますので、なので最後のまとめに使ってください。直前のセミナーですから。そして、問題のところの解説もつけております。なので、なんかここちょっと読んだけどよくわからなかったなというところはですね、ぜひ、問題120も載せておりますので、その解説も入れさせていただいております。そして私の通常の YouTube ではあまり話してないようなこともですね、まとめのポイントこういうふうに覚えましょうねというようなことも、ちょっと入れておりますので、ぜひ、そういったところで最後のところどこを掴んだらいいのかというところをですね、掴んでいただきたいなと思います。はい、ということで、ごめんなさいね、簡単に紹介させていただきました。はい、そしてごめんなさい、戻っていきたいなと思います。丸3番目です。なんとかの問題に挑戦というところでは、ここ何かというと、全国の問題にチャレンジしてください。特に前年度の全国の問題にチャレンジです。いいでしょうか。そうなんですよ。全国のところ。何かというと、ご自身のお受けになったところで傾向をつかむことも大事です。ただ、前年度どういう問題が出てたのかというのを全国のところをつかんでみてください。そうすることによって、あ、こういう問題、全国の、あ、同じような問題がいっぱい出てるなっていうところではよく、出るところなので、そういうところがポイントになります。そして、あと、例えば、隣のブロックのところで出てきた問題が、次年度、ご自身のところで出てくるような問題もあります。なので、そういった意味では、全国のところ、特に、ご自身のエリアの近いところから順番に解いていきましょう。そうなんですよ。なので、すごく優しいなと思うところもあれば、すごく難しいなと思うところもあります。なので、そういった意味ではですね、新しいところの問題をやると、ちょっと頭が混乱するところもたまに出てきますが、そういったところはですね、なんかすごいよくわけわからないなというところは飛ばしていただいてもいいと思います。ただ、よく出てくるなというところですね、ぜひ、復習をしっかりとしていただきたいと思いますので、まずは出題傾向をしっかりと掴んでいただくということがすごく重要となります。よろしいでしょうか。はい、ということで、今回はですね、実践編ナンバー3ということでお話をさせていただきました。いいですか、皆さん。必ずですね、過去問は受験エリア、直近2年分、そして2週を解いてください。さらには、全国の問題にもチャレンジしていきましょう。過去問をやらないと絶対に合格することは難しいです。なので、皆さんは、しっかりと過去問解いて、そして、問題を解くためには1問、2分ですよ。2分以内を意識していただいて、なぜかというと、登録販売者の試験というのは、1問2分ペースで解かないと間に合いませんので、なので、必ず2分以内にですね、解き終わるように、そして、問題が解き終わったら、そこから復習もできるような時間もぜひ残しておいていただきたいなと思います。復習というか見直しですね。見直しができるような時間も取っておいてください。はい、ということで、今回実践編ナンバー3やらせていただきました。まだ続きありますよ。続きナンバー4とかやらせていただきますので、ぜひぜひまた次の動画楽しみにしていただきたいなと思います。ということで、本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。皆さん受験頑張りましょう。